ね、次はここの切断をしていきます。ノコギリで切っていくんですが、この面ですね、ここを切っていきます。ここ、ここで裏表、ここを切ってここを切ってと。で、ここをナイフで筋を入れてあります。最初にぐるっとこう回したところですね。で、結構しっかり3回4回ぐらい筋を入れて、でここに溝を先に作るんですが、あの直角切りのためにはね、これすごくいい方法だと思います。でナイフで線を入れたところに対して斜めにですね、のみでほんのちょっとでいいので、溝を掘ってやります。で、この時に、切り落とし側、こちらが切り落とし側なんですが、切り落とし側から斜めにのみで溝を掘ってやらないと、あのこっちから入れてしまうと後で溝が残ってしまうので、必ず切り落とす側からのみでこう斜めに。この溝をのみで作る時の幅は、この使う切り落とすためのノコギリの幅よりもほんのちょっと広いぐらいでいいんですね。こう当てた時に片側は垂直で、横へこう45度ぐらいの斜めになっていて、その時にノコギリの刃を当てた時に、横のこう垂直側にこう自然に沿っていくんですよね。で、そういうわけで別にそんなに広く取らなくてもいいので、このノコの刃よりも少し厚いぐらい、幅が広いぐらいの溝をいつも私は取ってます。溝をね、ほぞの両側だけだね、両側だけはいいですね。やってほぞを通る両サイド、見えますか、こことここで、ここは残すようにします。で、あとぐるっと、上手に切るためにですね、こう固定した方がいいですよね。やっぱり動かないようにしっかり固定して切った方が、きれいに切れます。まず最初が肝心で、もう絶対この線からこちら側へは刃がこうずれないように気をつけながらですね、この前の角にまず当てて、でちょっと親指でこうこっちへずれないようにですね、気をつけながらちょっとずつ線を、でカッターナイフで線をつけてあるので、溝を掘ってあるので、よほどこちら側へはずれることはないんですが、ちょっとかなり細心の注意でして、今かなり慎重にやってますけど、いつもはもうちょっと大胆にやってます。で、ノコの刃が前後でこう通ってですね、ある程度こう溝ができたら、日本のノコギリは引いて使うんですよね。で、こういう斜めに引いた方が正確に切断することができます。で、下のラインはここまでなので、このラインよりもはみ出さないようにから切っていきます。で、この時にですね、ここの前のここの角を支点にして、この位置をなるべくこう浮かさないようにですね、ここから手前がこう下がっていくように、この状態から
こういうふうに切っていってます。ここを支点にして手前を下げていくように。で、これを先端を上げるとですね、上げてこういう切り方になっていくと、この頭の方のラインが少しこう歪んだりするんですよね。で、ここのこの部分を固定した状態で手前をずっと下げていくと、比較的安定して切断していきます。ノコの切り込みが下のラインまでギリギリまでいったらですね、今度このまま前を確認しながらですね、前側を確認しながら切りすぎないように気をつけてですね、で、この時にノコの刃がこちらに食い込まないように、こちら側の方に食い込まないように、気持ちこっちへ逃げてます。はい、これは後で十分修正が効きますんで、少しね、外へ逃げるような感じです。はい、では今度裏側も同じように切っていきますね。はい、今切ったのがこれで、こうね、ちょっと 気持ち内側へこう逃げてますよね。これであと修正します。はい、両方こんな感じですね。はい、次はですね、これをこのラインでカットしていきます。この縦引きになるんですけど、この横に切断するのと、それに対してこれ縦引きというんですが、縦引きはね、非常に難しいんですよね。で、このラインちょうどぴったりで切っていくっていうのはちょっと私にはちょっと無理なので、少し外へ逃がして後で修正できるような切り方にします。この両刃のこのこっちが横引きの目、細かい方が横引きですね。横の切断で繊維に対して平行に切る方が縦引き、こっちの目の粗い方ですね。で、最初、この切り込みの最初の時は、横引きを最初入れてですね、横引きで、最初の出始めのところを横引きで入れていきます。で、これを、つながったので、で、この状態になったら縦引きの方に変えてやってます。はい、で、この時もですね、奥側、ここを支点にして、こっちへずーっとこういう形で斜めに切り込みを入れていきます。こうですね。で、この支点の部分、ここをなるべく動かさないようにして、ひっくり返したら今度反対側から同じようにですね。これがですね、
先に右のラインの外側を切って、でひっくり返して左側、こちら側、自分に対して左側の線をですね、左側の線の外側を切るっていうのが私はちょっと苦手なんですよね。自分に対して右側の線をこう左側から見ながら、線を見ながら切る方が失敗が少ないので、いつもこうしてます。ですからこの2本あって、この線の外側を切るっていう場合は、この右側の線、このほぞの場合は右側の線のちょっと外を切るようにしてやってます。でひっくり返して左側のこっちに刃を入れて切断すると、私の場合は失敗が少ないのでそうしてます。で今から切ってきますね。で下のラインまで行ったら、あとは水平に戻して、どうしてもこの中の方が切れてるね 切れました。中の方が切れてないので、内側を少しへこますような気持ちで先端で少しいつも切るんですが、この横の方もですね。で取れました。